はい、どうぞ。ゆくえさん、さっきから何ニヤニヤしてるんですか？聞きたい？別に。聞きなさいよ。別にじゃないでしょ。聞きなさい、大事なとこ。私昨日ね、うん、すっごく素敵な夢見ちゃった。素敵な夢？この間も夢の話したけど、どんな？彼に、デートに誘われた。うん、二人きりで横浜を散歩しませんか？またそんな夢見て。いいじゃないの、夢なんだから。二人ともちゃんと聞きなさいよ。それでね、彼がそこのドアを開けて私を迎えに来るの。その彼ってね、実はこんばんは、佐藤浩一です。うわなみなみママ、日本の映画界を代表する俳優さんですよ。どうしよう、私の夢まさ夢になっちゃった。佐藤さん、郁恵さんとデートにいらしたんですか？なんで、ね、そこは台本通り行かなくていいんですよ。そうですって言ったらどうですか？はい。もう役者さんだから台本通り言っちゃうから、うん、ね、大丈夫ですね、本当に、まあ